販売岩尾先生です。株を取り引いてね、仕込み準備で1週間ぐらいちょっと様子見たわけですね。3日ぐらいですか。あ、3日のあたりですからな。これ仕込んだ、あの仕込み準備が9月7日ですね。9月7日から5日ね。もしこれで投資したらこうですね、7日ですから先週の金曜日7日ね、約まだ1週間いかないですけど、投資する1週間前にですね、この銘柄ね、仕込みたい銘柄ね、これを設定しておきました。だから先週ね、それでこれで勝てるんじゃないかということでね、先週の金曜日仕込んどいて、こちらの方、シミュレーションの方でね、で、これだけいいのがあったと、ね、でこちらの通貨なんですけど、ね、これをずっと選んだわけですね。それで、仮シミュレーションの方で入れて実際投資したらね、どうなるかなということでこれ見るわけですね。そうするとね、これ利益多いのですけどね、これが落ちるからいいんじゃないかと言って、これを一回ちょっとね、1週間以内ぐらいまでにね、これ仕込んどいて5日間ぐらいこれ様子見るんです、シミュレーションでね。で、これこんなにいいね、全部良かったんです、最初。これは落ちるんじゃないかと、これね。どんどんいってるわけで、ここですね。で、これもどんどん上がっちゃってね。これもどんどん上がっちゃってるんですよ。これも上がってる。ね。これもどんどん上がってるんですよ。これはわかんないですけど、あ、これはわかんないですね。これは下がりそうですね。ね。これもわかんない。だから、これとこれはダメだということがわかるわけです。簡単にね。残りこれとね、これとこれとこれだよということが分かるんで、ここでこれを投資するんですね。で、これを全部消去しちゃいます、ね、こうシミュレーションの仕込みね、ちょっと前を持ってね、こうシミュレーションしておくんですね、間違いないようにね。ちょっとね、買い時期ね、まあ月曜日ね、仕込んでから1週間後までにね、シミュレーションですね。で、これをやってないと負けちゃうんですね。ここでね、仕込んどいて、これはどうかな、これは戻るかなというのがあるんで、これと、これね、この、1,2,3,4,5,5 ね、これがね、分かんないところなんですね。だからこのね、この状況、これ起こってきてるんで落ちそうだなと、これ上がりそうだなということがね、なんとなく分かるんですよ、流れがね。ということでね、一回これシミュレーションとしてこう入れといて仕込んでください。それでこの結果ね、シミュレーションを始めて5日後、1週間以内にね、5日後ぐらいですね、シミュレーションしておいて、本当に下がっていくか上がっていくかっていうのを見といて、そのいいのだけ残して、今はだから2倍以上あったんです。ね、実際に仕込んじゃいけないです。シミュレーションの仕込みをやっておくんですね。それで株、これを投資するということですね。まあ、実際これ、どうかな。これとかこれとかこれね、そうだからね、これなんかいいんじゃない。まあね、この2つになってる、これもやめちゃいましょう、まだ落っこちそうだからね。で、これでね、これは落っこってるからもう楽ってね、というのでね、
投資しましょうと。例えばこれ下がってるけどまた上がりそうだから、これマイナスなのはやめておきましょう、全部地道にね。でこれとこれとこれが下がりそうじゃないかと、ね、いうことなんですね。これ仕込みシミュレーションっていうのが大事なんですね、株式で ね。まあそういうことをちょっと指導いたしました。どうもありがとうございました。